はい、皆さん、こんにちは、えー。建築環境工学、建築設備の分野へようこそ。この動画では、えーと、エアコンがどのようにして、あったかい空気や冷たい空気を出すのかについて紹介していこうと思います。エアコンを言うと、ここに、えーと、最近では珍しいウィンドウタイプの、えー、ルームエアコンがありますけれども、こういうエアコンがですね、なぜ室内であったかい空気を生み出せるのか、や、えー、なぜ冷たい空気を 冷房時にです、ね、生み出せるのかということを紹介したいと思います。簡単に言ってしまえばです、ね、冷媒といわれるものをギュッと圧縮すると高温になっていくんですねでこの高。ギュッと圧縮して高温になった熱を室内に送れば暖房になります。でギュッと圧縮した空気を室外に放出してでその後シュパッと広げると今度低温になるんですね。その時に周りから熱をあの周りから熱を えっと集めれば、えっと、冷房になるんですね。ぎゅっと圧縮して熱を放熱する。で、シュパッと膨張させて周りから熱を奪う。まあ、これが暖房冷房の、えー、基本的な仕組みです。でですね、それを、えっと、モリエルセンズあるいはモリエセンズといわれる、えっと、図を使って紹介していこうと思います。これはですね、えっと、リハエル・モリエルさん、ドイツ人の方がですね、えっと、2000年 1900年頃ですね。1900年頃にえっ、ー、と作った図と言われています。では、画面共有していきます。うんどこかはい、では、えー、とモリエル線図見ていきます。モリエル線図は基本的には横軸が非エンタルピー、縦軸が圧力で描かれています。で、非エンタルピーというのは基本的にはエネルギーなんですね。単位が、およ、 単位がですね、えー、っと、き違う、キロ、ジュールパー、キログラムです。つまり、えっと、一定の重さの中の気体に入っている、えっと、熱量、エネルギーのことです。これが、非エンタルピーです。で、ここにですね、冷媒の状況を書いていきます。液体、気液混合状態、気体。これがですね、 えっと、例媒の基本的な状況です。で、この非エンタルピーとこの圧力の関係は、当然、冷媒によって異なります。今描かれているような媒もあれば、こんな、もうちょっと小さな冷媒もあったり、もっと大きな冷媒もあったりすると思います。まあ、ただこの、今後では、えっと、一例として、ここに描かれているような状態の冷媒を見ていこうと思います。で、えっと、ここに描かれている状態はですね。気体があって、 液体があって、その間に気体と液体とが織り交ざった、この気液混合状態というのがあります。でそれぞれのです、ね、ちょっと温度を見ていこうと思うんですね。当然、圧力とエネルギーは、えっと、温度の関係がありますで。ここで出てきたのが等温度線というものです。等温度線はですね、例えばここが50度だとします。でそうすると、圧力を下げていくと、 50度は50度そのままなんですけども、あるところで,です、ね、圧力下がっていくと、この液体であった50度がどんどん蒸発していってしまうんですね。で、えー、っとこの状態ではあの液体を保つことができずに、どんどん50度は50度のままなんですけども、どん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 ,どん、えー、っと気体に変わっていく。でそのまま。 えっと、温度を一定に保っていくと、また今度は圧力がどんどん下がっていきます。でただ、この場合は気体となって圧力が下がっていく。分子と分子の間がどんどん離れていく。という状態になってきます。これが等温度線ですね。でえっと、あと、この非エンタルピーに着目すると、えっと、圧力が一定の状態でも、ですね例えば、この間、えっと、温度は変わらない。でも、気液混合状態で、 えと液体の状態から気体の状態に変わっていっています。ということは、この液体の状態から気体の状態に移り変わるときに、この分だけのエネルギーが追加されていっているということが、えー、この図からわかります。つまり、液体よりも気体の方が、えー、とエネルギーを、えー、とこの状態だと吸収しているということが分かります。 ではですね、ちょっと邪魔なんで、この等温度線には聞いてもらって、えー、とここでエアコンの心臓部分、圧縮機を見ていこうと思います。圧縮機をですね、ある1点をスタート地点に取ってみようと思います。で圧縮機はその,ものその名の通りですね、冷媒をある状態の圧力から別の状態の圧力へ。 加圧するものです。ぎゅっと圧力を高めていきます。で、その結果、あの次の状態のにあの冷媒が変化します。で、ここからですね、えっと、凝縮器と言われる部分に入ってきます。やっぱり等温度線出しましょう。うん、と凝縮器は、えっと、その名の通りですね、気体が 液体にで、その間は、えー、っと、おっといけなり、その間はですね、その間この非エンタルピーに着目すると、下がっていってるんですね。非エンタルピーが小さくなってるっていうことは、 熱がどこかに奪われていってしまっているで。この熱、どこに行くのかというと、この雪先はその周囲にある空気に移動していくんですね。つまり放熱しているんです。で、この放熱する先が室内であれば、えー、と暖房、屋外であれば冷房ということになってきます。で、次にですね、この冷媒が、えー、とある地点に液体になって、 えっと、行ったときに、今度は膨張弁というのを通して膨張していきます。で膨張弁はですね、まあ、ほぼ一瞬で通過するものもあれば、えっ、ー、と、長いぐるぐると渦巻き状になった膨張弁というのもあります。例えば、えっ、ー、と、古いタイプのエアコン、えー、とウィンドウタイプのエアコン、いや、あるいは冷蔵庫もですね、多分この膨張弁というのは、 細いキャピラリーチューブっていうのがあるんですけども、そのキャピラリーチューブっていうのを使ってると思います。でルームエアコンみたいのになると、大きいのになると、えっと、膨張弁は、まあ、その名のとおり弁がついていて、えっと、圧力高いものから一気にシュパッと広がる、えっと、低圧、減圧するあの弁がついています。すると、この状態からですね、もうすでに液体の状態から、いやいや気液混合状態に移っていきます。 で次,次の工程が蒸発器と言われる状態です。蒸発器というのはその名のとおりですね、気液混合状態から気体の状態へ蒸発していきます。蒸発するときには当然エネルギーが必要で、蒸発過程、この距離の非エンタルピーを吸収していきます。どこから吸収するのかというと、やっぱりそのときに周りにある空気からですね、熱量を吸収していきます。 なので、空気から熱を吸収するということは、この空気は温度下がるんですね。ってことは、この温度が下がる空気が室内にあれば冷房になりますし、この熱を吸収するという工程が室外機にあれば、これが暖房になります。暖房で室内あの屋外の低温な外気から熱を奪っていく。 低温の外気、例えば5度の室外でもエアコン、暖房をつければ暖房できるんですね。でその暖気に入っている熱はどこから来るかといったら、その屋外の5度の熱から来るんです。その5度から熱を奪う。そのために5度よりも低い温度に、えー、っと冷媒を低い温度にしてで、5度から熱を奪っていって、でその熱を室内にあの吹き出していく。まあ、これが暖房のやり方です。 はい、じゃざっくりとあのこのモリエルセンズについて、えー、紹介していきました。はい、もう一回あの簡単にまとめますと、このモリエルセンズっていうのは圧縮機というものがエアコンの中に入っているんですけども、それがぎゅっと一定量の冷媒を圧縮して、えーっと、それが凝縮機、気体の状態から液体の状態へ移っていく。その過程で熱を、えー、っと放出していく。 で、さらにそこから蒸発、膨張弁で蒸発していった後、さらに蒸発器で周りから今度は熱を奪っていく。で、気体になっていく。気体になったらまた圧縮機で圧縮して液体になって、液体からまた気体になってというのを繰り返していく。これがですね、モリエルセンザーなんですね、まあ。ちなみにですね、この圧縮機、1回、1回ぐるっと回って圧縮される量は、10cc とか 20cc とか、まあ、こんな、少ないんですね。でただ、問題はこの、 問題はというか、縮機のすごいのは、この 10cc、20cc という、少ない冷媒を1分間あたり7000回転とか8000回転とか、それくらいすごい速さでえっと作り出していくんです。すごい速さでぐる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 回って、その一周ぐるっと回る間に、その 10cc なり 20cc なりの冷媒をギュッと圧縮してプシュッと出す。ギュッと圧縮してプシュッと出すというのを、このプシ,ュプシュッと出し続けるのを1分間に。 7000回、8000回もやってるんですね、まあ。一番負荷の高い時ですけども。で、えー、そのプシプププショプシシャと送り出した高圧の、えー、と冷媒が室外機を回って、室内機を回って、また圧縮機に戻ってきて、またギュッとやられて、室内機回って、室内機回ってというのが繰り返されていっているのがルームエアコンです。で、えー、とその圧縮機ないですか、鉄ででき,できてですねで、えーと、変形しないためにも。 硬い物質が必要なんで,で、その硬い物質として鉄がエラがばれているんですけれども、とても重いです。ルームエアコンに入っている、えっと、圧縮器だと10キロとか15キロとか1つの塊であるんですね。その10キロの塊をグイ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 動かしていく。当然、電気代エネルギーものすごくかかります。で実はルームエアコンの 消費電力のうち8割ぐらいはこの圧縮機をぐる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 1分間に7000回転も8000回転も回すのに使われているというわけです。えっと、ルームはファンを強くしたりできるんですけれども、まあそれはビビたるものです。ほとんどは鉄をぐる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 動かすのに、この圧縮機をぐるぐる動かすのに消費電力は使われているというわけです。はい。それですね。 この動画ではモリエルセンズ、あるいはモリエセンズというのを使って、えっ、ー、と、ルームエアコンいや、まあパッケージエアコンや、まあウィンドウタイプのエアコン、さまざまエアコンありますけれども、そのような空調機器がどのように熱を発生させて、あるいはどのように熱を吸収しているのかというのを紹介いたしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。